じゃあうまく進めた。いただきます。お花を買いました。はい、花も可愛いの、ね、ブーケも安いですね。5万円だってますね。でも死んじゃったらどうしよう。何やってんじゃん。行きますか。可愛くて買ってあげたい。上野に着きました。上野に着いたんですけども、一つ駅先に行ってしまい、御徒町の方の方まで行ってますけど、全然電車が分かりません。お、チーズケーキと、お、ママが好きなの、美味しそう、あんみつ、ママが好きなんだ、いつも買うの。こちらスターバックスのティーですね。スターバックスリザーブのティーだよ。リザーブのティー。上野公園のテラスのカフェの方にちょっと見に行きたいなと思います。マスクしないですね。こちらマスクしないといけないんですけど、アートでございます。わー、ローマでもありましたね。こちらです。人いますかね。どうでしょう。うわー、人いっぱい。関係者アボカドベーコン、ペペロンチーノ、豚肉がこれだけしかありません。あんまり出ない。スタバに移りました。テラス席が空いたので、テラス席取って今注文に入ります。ダブルチーズがない。上野のこちらベンティーサイズありません。トールサイズしかないですね。グランデもない。トールサイズしかない。グランデの店ってあるけど、あれのお店はこっち外れ、渋谷の渋谷、ああ渋谷コールパックのベンチ、こんな感じになってますかね。静かでしょ。人がいっぱい、修学旅行生がいっぱいでございます。国立西洋美術館、今日はこちらの GR328mm で外に出ております。かっこいいですね、やっぱりこのデザイン。こんな感じで簡単手軽に撮れますね。アメ横センタージュで来た、こんな感じ。シューズ、スニーカーいっぱいありますね。わー、あるかな。サロモン、サロモン、かわいいですね。サンマー、オークリー、あー、オークリーもありますね。最近ちょっと重たいですけど、最近履きたいこちらのティンバーランドのショート、最近流行ってますね。こちらのアウトドアショップも気になりますね。サラモン、ガチのサラモンでシューズが置いてあります。いっぱい、これ欲しいな。このホワイト、ゴアテックス欲しいんですけど、これもいいですね。美味しそう。
かわいいですね。オークリー、オークリー、いっぱいオークリー。コーヒー屋さん。ああ、でもこれ。こちら、カフェギャラン。昔から気になってたんですけどね、こちら2階にある昔ながらのカフェギャラン。すごく昔のいい感じでございます。ギャラン、こういうとこ絶対クリームソーダだね。無印に行きたいなというところで、こちら丸いかな、駅前にある丸いの2階に行きたい、あ、地下に行きたいなと思います。あ、僕の大好きなチョコレート。やはりどこにもない歯磨き粉。初代、2代、3代、4代、5代って全部味が違う。すげえ。ジェイソルブラザーズみたいだ。いつも買ってる無地のコーヒーフィルター買っていこう。金つば、初めての金つばを食べます。3つって書いてる、よしって。はい、食べてみてください。金つば、え？お得な詰め合わせとかも販売してるのでよろしいですか。はい、一番人気ミルクチョコレートでございます。うーん、金つば、はい、すんちゃん、あ、甘い、あ、そんなに中はさ、うん、美味しい、うん、チョコレート食べ方だった、うん、ねえ、そんなにね、おいしい、まあ涼しい。これ食べたんですけどめっちゃ美味しかった。考えますね。こちら、え、こちら松の、こっちの方がいいやつかな、特選。かわいい、イカ飯、パッケージがかわいい。昔の上の改札はこれでした。今はこちら。昔見たらタイムスリップしたかような感じですね。コーヒータイムでございます。チャルモクスミタ。高まりいただきたいなと思います。チャルモクスミタ。本日はストーンアイランドですね。まあ早速やばいですね。こちら見てお分かりの通り、ストーンアイランド、ディオール。コラボでございますね。近日発表、まだ日にちは確定してないんですけども、まあこんな感じでルックが公開されて、マジでやばいなっていう感じなんですけど、まあこのね、まあミリタリージャケットの、まあおそらくレザーのやつのやつなんですけど、これは多分まあ全部そうやと思う、速乾するんじゃないかなって思って、僕もちょっと狙ってる感じではあるんですけど、このジャケットはちょっと多分買ったら一生ものになれそうだなっていうところで、ちょっと買いたいな。多分これ50万ぐらいするんじゃないかな、もうちょっとするかな、50から80万ぐらい多分するかと思うんですけど、いや多分これ一生ものになれますよね、これはね。まあ多分値段も跳ね上がると思うんです、プレネがついてとかで。まあディオールとストーンアイランドのこのちょっとおしゃれな、なんかもう本当にいろんな箇所箇所を見ても思うところがすごい金かかってるし、おしゃれすぎるねっていう感じですよね。まあここら辺もね、ディオールのデニムとかもあるんですけど、すごいんですよね。今回かなりイケてるので、これはかなり売れるんじゃないかなっていうところで、はい。まあこのデニムとかもそうなんですけども、
まあ、あのここに載ってないやつでもいろいろとあの SNS 関係で公開されてるんですけども、マジですごいいいものが出てきてるっていうか、ルック見る限りでもすごくいいので、これはね、まあ多分おそらく、まあ、どれもこれも、まあ、高いとは思うんですけど、まあジャケットとかもね、これも多分 かなりの値段が30万ぐらいするんじゃないかなっていうところで、まあ、このベストも黒も多分出るのかな、どうなんですかね。まああと、まあ、ウォッシュのかかった黒のデニムのセットアップもあるんですけども、そちらもちょっと狙っていて、まあセットアップで、いやー40万だったら多分安いような感覚なんじゃないかなと思う感じなんですけど、どうなんですかね。まあ、かなり手出さる人が限られるあのコラボの商品かなと思うんですけど、まあ、基本的にストーンアイランドのコラボのは普通の本ラインとかよりは高くなるので、まあ普通のラインだけでも普通のラインでもすごく高いから、さらにそこからだいたい 1.5 倍くらいとかの金額が多かったりするから、まあここら辺とか2倍ぐらいするんじゃないかなっていうような金額だと思うんですけども、まあシュプリームとかもね、相当なあのシュプリームとストアランのコラボも結構な値段で、まあ、なかなか買えなくて速乾したと思うんですけど、まあここら辺とかも多分ね、すごいですね。これ街で見かける日があればすごく楽しみであるんですけど、まあこのブラックは超絶かっこいいと思いますけどね。このワッペンもちょっと手に入れたいなと思ってるので、まあ狙ってるのは先ほど言いました。まあ帽子のかかったセットアップ。これじゃないんですけども、まあ他でちょっと公開されたやつがあって、セットアップのデニム、帽子のかかった黒のデニムと、まあこのジャケットですね、を狙っております。まあ、これもこれも書いてあるようにね、かなりこだわってるみたいですね。いろいろインスパイアされたところから持ってきて、さらにいろいろこだわって作ってるってことがね、まあ大まかには書いてあるんですけども。いやー、これはテンション上がりますね。そんな感じでちょっと引き続き、ストーンアイランドとディオールのコラボのやつを追っていきたいなと思います。これはマジテンション上がったね。今日朝一で上がってきたんだけど、マジでテンション上がりましたね。はい。